スタートしてきましたのは四国代表井川選手、昨年は今をつけております駅名から2回目の遠征です。昨年ジャパンハイで九州地区代表の大田選手、関東県の鹿児島県の選手、初めての関東遠征で大会に参戦します。よろしくお願いします。コメントも発表しております。繰り返しお知らせします。先ほどの鹿児島県の鉄拳を発表します。